みなさん、こんにちは。ボディスタッフ T とまゆです。本日は花嫁美容の長期スケジュール編についてお届けします、はい、はい。それではまず、はい、花嫁美容とは何か教えてください。はい、花嫁美容とは、はいはい、結婚式だったり今だとお写真ですね、前撮りとか、はい、あのフォトウェディングのために、はい、花嫁様が最高に美しい、はい、あのドレス姿でドレスを着れるようにするために花嫁様が行う美容活動のこと、はい、花嫁美容と、はい、あの言います。これはマストではないってことですか？あ、マストではないですね。やっぱりその絶対行わなきゃいけないものというよりは、はい、多分ご自身が納得できる美しい姿、はいはい、やっぱり結婚式とかって一生に一度なので、なんかこう後から見返した時に特に女性なんか妥協したくないなっていうのが多分あると思うので、はいはい、理想の姿がある方はあのぜひやっていただいて、そうじゃない方とかはあの自分が必要って思うところだけをピックアップしてあの行うのがいいんじゃないかなと思います。逆に、うん、なんか自分で行う活動というか、うん、なのでやりたいこととか、うん、やんなきゃいけないこととか、うん、何を始めてないかわからないっていう難しいですよね、はい、実はそこはポイントは2つあります。あの1つはあのまずどんな花嫁姿になりたいのかっていうのをちゃんとイメージするというのが大切です、うん、はい、別にそれってこう自分がすごくほっそりした花嫁様がいいなと思ったらダイエットを中心に頑張るのがいいと思います。とか例えばお肌ですね、はい、例えば肌トラブルが多い方だったりすれば半年後までにお肌をきれいにしたいなっていう場合もあります。そういう方は内側から、はい、生活改善とかも美容活動の一つになると思いますし、あとは美白を手に入れたい、昔ヒサロすごいいっちゃってたとかっていう花嫁様とかは、はい、あの美白に向けて頑張ったりとか、 あとは部分ですね、はい、腕だけ気になるとかあの顔だけ気になるっていうのはあの人によってそれぞれ全く違うので、自分の思う美しい花嫁をちゃんとイメージするのが大事だと思います。はい、次のポイント2つ目は、はい、開始日とその期間っていうのを決めるということですね。いつから始めて、うん、いつまでに自分がこんな姿になりたい、こんな状態になっていたいっていうその期間をちゃんと設定するというのがすごく大切です、はいはい、特に結婚式は1年先だったり半年先だったりするので、はい、もう今日からダイエットとかってなっちゃうと結構気持ちが辛い。ダイエット明日からってなっちゃう毎日明日からってなっちゃうと思うんですね、はい、なのであの実際にあの結構1年ぐらいの長い期間でちょっとずつあの考えていくっていう花嫁様がすごく多かったりしますし、あとは前撮りなどが決まった場合はその期間までの数ヶ月間っていう短期集中でやる方もいらっしゃいます。で、最初のポイントで言ったそのなりたい花嫁様像が人によって違うと思うので、はい、あのさっき言ったような例えばなんか内側から食生活改善とか美容の部分って、うん、なかなかあのお肌とかは効果が出づらい、難しい、そうなんです、はい、効果が出づらいことがあるので、そちらを決めた上で適した期間っていうのを考えていくのはおすすめです、はい、なりたい花嫁像、うん、ゴールを決めるという一つと、うん、いつから開始していつまでにその像、うん、なりたい像になっているかという2つを決めて行うと良いということですね、はい、まさにそうです。はい、それではまゆさん、はい、長期スケジュールの場合はどのような花嫁活動を行ったらいいのか、またおすすめは何でしょうか、うんうん、はい、あの本日は1年前から始めるパターンと、あとは半年前から始めるパターンのそれぞれを2つずつ計4つですね、はい、計4つご紹介していきます、はいはい、で1年前から始められるのに今一番おすすめだったりすごく花嫁様がすごい多いパターンとしてはダイエットです。時間がかかりますね。そうなんです、やっぱり短期的にガーッとダイエットするっていうパターンもあると思います。なんか私はどちらかというとそういうタイプにはなるんですけど、そうするとすごいリバウンドを後でこうドッとしてしまったり、どうしてもなんか食事制限を無理に短期的にやってしまうと、その今度肌荒れしてしまったり、はい、するので、あのここは1年かけてゆっくり
はい、スタートしていくのがいいんじゃないかなと思います。なんか極端に一食抜くとかではなく、ちょっとずつ炭水化物を減らしたり、糖質を制限したりっていうのは、無理のない状態でやれる方がより自分のイメージに近づくんじゃないかなというふうに思います。はい、基本的に1年前からやるのにおすすめな理由としては、だいたいドレスのフィッティングとかが半年とか、まあ、5、6ヶ月前からスタートするので、その時とあんまり差がありすぎてしまうと、ドレスのサイズが全然合わなくなってしまうので、ある程度1年前からその試着ぐらいまでに整えて、はい、でまたそこから絞り込んでいくがいいかなと思います。あまりに変わりすぎるとドレスがまた合わないってなりますね。本当に結構効きません？それ効きます、ね、効きますよね、はい。また自分でやる場合はそんな風に1年前から少しずつやるのおすすめですが、はい、エステで細身の体だったりなんかシェイプアップをしていくというのもあります。その場合はそれぞれエステサロンによって期間コース違ったりしますが、だいたい半年前とか、まあ、長期スパンだと1年通い続けるっていう風な場合もあるので、まあ、どちらもしっかり効果が得られるんじゃないかなと思います。はい、それでは2つ目を教えてください。はい、続いてはホワイトニングですね。すごい歯って時間かかります、ホワイトニング。私は何回かやったことありまして、はい、はい、ホワイトニングしてます。とマウスピース。あ、今はマウスピースの矯正もしているんですが、はい、歯はとはいえ時間がかかります。はい、あとは費用が結構ホワイトニングだったり、こういう矯正っていうのは費用がかかるので、例えばエステも行くし、ホワイトニングもして、矯正もしてなんていうと結構費用もかさばったりするので、1年前からしっかりできる長期ケアとしてはホワイトニング用 の、 歯ブラシ。あ、やってます。あ、やってます、はい、歯磨き粉。あれは本当にこう1年前から始めるとちょっとずつちょっとずつ効果が得られると思います。歯に染みついたその色素って、うん、なかなか取れないので、これはすごく長期ケアにおすすめです。まあ、半年前から始めてもいいかなと思うんですが、であとはそういう矯正だったりもじゃあつけて 2、3 ヶ月でどうにかなるっていうものじゃなくて、私のも約1年ぐらいマウスピースつけるんですけど、はい、そんな風に期間が長くかかるものもありますので、そこも合わせてスケジュール立てられるといいんじゃないかなと思います。はい、長期スケジュールはダイエットとホワイトニングですね。はい、続いて半年前におすすめというか皆様がよくされる美容ケアは美肌ケアです。美肌ケア、うん、大事ですね。お肌ってすごく大事ですよね。うん、でやっぱりウェディングドレスって、はい、そのお顔、もちろんお顔だけじゃなくって二の腕だったり、はい、背中だったりデコルテだったり結構お肌を露出しますので、はい、そういったところの例えばニキビケアだったりとか、 なんか乾燥だったりっていうのはしっかり半年前からケアしていくのがおすすめだったりします。またそのメイクもすごくしますよね、はい、お顔、はい、そうするとやっぱり肌荒れがどうしても目立ってしまってたりとか、顔が乾燥してると少し老けた印象になってしまったりするので、そこを合わせてメニューに組み込んでいくのがおすすめです。肌は効果が出るまですごい時間がかかるので、いや本当に日頃のケアを少し意識して行っていきたいですね。はい、やっぱり花嫁様は特別な日なので、特に肘とか乾燥しちゃったり、背中とか黒ずみやすかったり、はい、背中もそうですね。なのでぜひ半年ぐらい前から意識して始めてみてください。はい、2つ目は、はい、意外と見落としがちなヘアケアです。髪の毛。はい、髪の毛です。髪の毛は、まあ、1ヶ月1センチ伸びるなんて言われているので、はい、花嫁様になった方はみんな髪の毛を、まあ、1年ぐらい前から伸ばし始める方もそうですね、うん、アレンジのために、ね、多いかと思うんですが、はい、やっぱりどうしても毛先って傷んできますので、半年ぐらい前からより意識してこのオイルをつけたりとか、トリートメントはなんか月に1回行くなんていう、ちょっと花嫁様なので贅沢贅沢はい、してもいいかなと思うので、はい、そういった枝毛とか乾燥、あとは髪の毛は食事からもやっぱり潤いが取り戻せるって言われているので、うん、ぜひケアしてみてください。はい、確かにパサパサで広がっちゃったりすると、そう広がっちゃう、せっかくお肌も綺麗でメイクも素敵でドレスもってなったのに、はい、髪の毛だけでもったいなくなっちゃいますよね。いや本当に今日撮影日雨なんですけど、はい、本当アホ毛とかがチリチリになってくるんですけど、ちゃんとヘアケアしてれば大丈夫なので、はい、ぜひやってみてください。はい、
かがでしたでしょうか。その花嫁様の美容といってもそのじゃあエステだったり、まあ、お肌のとこメンテナンスとか髪とかっていうそのお金がかかることばっかりじゃなくて、じゃあ1年前から結婚式しまったその日からちょっとずつ例えばエレベーターじゃなく階段使うだったりちっちゃいことですけど大事ですね。そうちっちゃいことありますね、はい、歯磨き粉であのホワイトニングしていくだったり、何かちょっと自分がなりたい花嫁姿に向かって意識するだけでどん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 綺麗になっていくと思いますので、あのぜひ今日から明日から始められる簡単なことから無理せずに始めてみてください。ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバイ。